か、天下御免の YouTuber 前田圭一。はあ、こたびの題目はこちら、大河ドラマ麒麟がくる26話、三つ淵の関係徹底解説。拍手。さあ、皆の衆、26話を視聴し、我が生放送解説動画等もすでに視聴者と心得ておるが、お待ちかねの徹底解説動画を届けてまいる。こたびは戦国時代というものをよくよく描いた真っ黒回という名の神回でござった。ドラマなるものは好みが分かれると心得ておるが、26話に関しては歴史の勉強だけではなく、人としての生き方も学ぶことができる大人であれば、あーっとうなずいたり、これが戦国時代じゃなと納得する内容。こたび最も武功を挙げたのは山崎義家、三淵藤秀様の名前が題目にあるゆえに迷うたが、山崎義家誠にあっぱれ。いやー、このお家朝倉家のために活動する家臣の鏡であり、明智家へのこのフォローなるものも鹿としておってな、おそらく皆もこういった人間が戦国時代を支えておったんじゃなというのをな感じたと思います。そして朝倉家という大大名が何故このような結果になってしまったのか、ぜひともこういった名場面を押さえてまいりたい。また明智光秀様の調べる力、まあ当然でもこのサーチ力が見事でござった。これは朝倉景明様が認めるもので、のこれそこの明智殿は近隣諸国をよく調べておると。ドラマの中でも秀光と共に地図を睨みながら上洛における近隣大名の動きを下調べする場面がござった。明智光秀という印象が大きく変わる麒麟が来るであるが、この段階で光秀様はなんと39歳、意外と年食っとる。そこそこええ年であろう。光秀様が世に登場してくるのはこの辺りからであるが、光秀様の強みは何を隠そう、人脈でござる。大大名たちにどう気に入られるか、乱世を生き抜く術として強みを丁寧にドラマを描いてくれておる。また娘玉が6歳となり、細川藤孝の息子忠興も6歳ということで、後に2人が結婚することを示唆するあたりは歴史家史もニヤニヤしたのではなかろうか。熊木美丸様毒殺事件も話題となったが、次女も買収したのか、組んでことをなすこたびの事件は毒味役が声を上げぬよう手拭いで押さえつけ、襖を閉める演出、誠に良かった。領内は一向一揆に悩まされ、名門とは申すぞ朝倉家を押し上げるために義明様の烏帽子親を務めて世に朝倉の強さを示そうとしとったが、反対の成り上がり武将織田信長に周りが流されておるのに対しての反応は誠に分かりやすく、信長が嫌いということであったわな。同い年ながらも違う生き方のもののふをぜひとも視聴者には見てもらいたい。では徹底解説を参ろうぞ。共に麒麟が来るを盛り上げて参ろう。解説動画いざ出陣。おお、ではこちらから1568年、永禄11年の時代背景。ドラマは2月から始まり申した。これは足利義秀様が14代将軍に就任した月、三好一族が操る足利家の人間、裏で工作する人間たちの手により若くして将軍と相成るが、なんとこの半年後に病で天に見まかり申す。ドラマは7月まで描いておったが、この直後から激しい動きがあり申す。まさに予告の流れからも感じたのではなかろうか。9月観音寺城の戦いが起き申す。一言で申そう、戦国最大級の大戦ということで、現世の安土桃山時代と名を借りれば上洛してからそう呼ぶゆえに、戦国時代最後の合戦とも呼べる大きな戦。ドラマでも何度も何度も名前が上がる近江の大名六角家と織田信長様の戦、そう上洛する最中で起きた戦なんじゃ。5万対1万ほどの大軍勢が激突した。驚くべきはこの5万というのがなんと織田軍ということなんじゃ。同盟者徳川家康様から援軍を出しており、他にも浅井長政から援軍をもらっておる。ドラマでは未だ登場はないが、織田と浅井は同盟者でござる。お市様という名前を聞けばわかるがの、織田軍が勝利を収め、我が押す者の府蒲生氏郷が織田家の人質とこっから相なる。このことについては我が蒲生氏郷について語っとる動画見てちょうよ、6編もあるからな。
六角家は郊外逃げ出し無血開城いたした。あの斎藤辰興も頼りにした大名がここで倒されたのは織田信長様の強さを世に再び轟かすのであった。ドラマは色濃くは描かんとは思うんじゃが、激しい軍議ら辺の予告見申した。これおそらくこの辺りのことではなかろうかなとわし予想いたし申す。10月信長様が堺に野生を要求、これは前回も紹介したが、次回はここまでを描きそうじゃ。豪商今井宗久の登場にてこの辺りが予想され申す。経済の町堺を掌握しようと織田信長様が動く。堺に対してはドラマの中でも強く欲しておったでの、この野戦要求の指揮を秀吉様が取るとこれまた予想いたします。して同月に足利義昭様が満を持して15代将軍に相なる。将軍になるのは再来週と予想。続いてはこちら、二条春吉初登場。小籔勝豊殿が演じる公家二条春吉様が初登場でござる。驚いたがこの小籔という男、6尺を超える188センチと随分とでかい、わしに匹敵する大きさではないか。お笑い芸者の一角と聞いておるが、憎たらしい芝居が妙に馴染んでおり楽しませてもらい申した。して二条春吉様はわずか23歳で関白藤原長者となったエリート中のエリートであるということなんじゃ。藤原長者とは藤原一族全体の長であると言ってしまえば帝の次に偉い人間なわけじゃ。ドラマで近衛前久様に対して関白を退いたらどうじゃ、一同はもうしておると喧嘩を打っておったが、信長様上洛後に関白に返り咲く。さらにこのお方、信長様の命も救っており、後に信長様は浅倉と戦をすることになりが、信長様危機的状況に二条春吉が動き申す。この三家の揉め事に入り込み和睦をし申す。故にドラマとしては数話先で大活躍を見せる故に見逃すでない。続いてはこちら、ビタ戦とは何か。この絵と二条のやり取りの中で出てきたこのビタ戦、悪戦であったり呼び方も様々。またビタ一門という語源はここから始まっておる。ちなみに今このビタ戦はビタ一門の価値ではなく十分価値のある銭となっておる。ビタ戦とは粗末な銭でござって、見ての通り欠けておったであろう。簡単に穴いたすと、当時の銭は異国との交易でも使用しており、海外異国でも使用できる共通通貨として機能しておった。故にたくさん消費する、そうするとなくなるわな。もともと銭は異国の銭で渡来銭と呼ばれておったが、これがなくなれば作るしかないじゃろ。それで国内で製造されたのがこのビタ銭でござる。ドラマのあっぱれな演出はこの時期にちょうどビタ銭が多く製造され始めたということなんじゃ。民国側の輸入が止まったと聞き、そこまでも表現するのか、キリンが来るわとわしもうなった名場面でござる。安土桃山時代となり、銭ではなく金銀が主流となる。皆も知る大判小判が登場するというわけじゃ。また米なんかが出てきて、南国まあ米でのこの共通の認識で、まあ、金銭のやり取りが進められるようになるのが江戸時代でござる。さあ続いてはこちら、二条はい、この絵五石家とは。さあ二条家近衛家であるが、千年以上続く名門であり、藤原一族の末裔である。原点は飛鳥時代であり、大化の改新といえば想像しやすかろう。五石家はこの一族の最上位の方で、近衛、二条、九条、一条、高司の一族が関白に任じられる。その中の筆頭が近衛家。なんと現世では日本赤十字社の社長がこの近衛家らしいんじゃ。二条家は最後の関白を輩出しておる。ドラマでは関白の座を取り合う描写であったが、立場では近衛家の方が上なんじゃな。二条と密談しておったのはもしかしたら他の五石家であったやもしれんの。そう思うと近衛家は肩身が狭い。続いてはこちら、足利義秀様病で見せた演出が神。さあということで、ここ地味であるがあっぱれな演出表現でござった。射血と呼ばれる表現が見られたんじゃな。将軍足利義秀様が重い病であると表現されたが、戦国時代以前より重い病とされると我らは血を抜くという治療をいたした。これをまあセリフはなくとも表現する、かような細かいところまでやってくれるのかと、わしながらのここは一番の名場面でござった。続いてはこちら、朝倉景明初登場。朝倉義景様のいとこでこたび初登場であったが、かなり印象的で視聴者に爪痕を残した武将様であろう。朝倉一門の筆頭といっても過言でもない。
朝倉義景様の代わりに朝倉総大将を務め、金ヶ崎の戦いでは織田信長様を撃退する。ドラマの通り義景様と馬が合わず、後に織田軍になんと寝返る。義景様を裏切って自害まで追い込み、信長様の名前も頂戴する。ドラマとしてどこまで描かれるかは分からんが、こたびの登場は悪役風で三淵様と結託したりと、大大名朝倉家なれども戦国時代を生き抜くのは難儀であるということを示すかのような味を出してくるあたりに、わしは感服いたした。悪役のようなと申したが、戦国時代はこれ至極当然の判断でござるということはみんな理解してもらいたい。さあということで、皆衆、こたびの解説はいかがでござったか。知識は深めることはできましたが、まあ最近はちとわしもな流行り病の影響がござったか、全国的に戦をな展開するようになりまして、ちとばかしこの徹底解説が届けることが必ず誠にご無礼つかまつった。さりながら生放送解説、ぜひとも見てくれたみんなの衆、誠にかたじけない。まだこの歴史講演会でござったりな、我が歴史に関する戦働きは今後新しいものをな開戦する予定なんじゃ。実はゆえに、ぜひこの YouTube を見てくれてる家臣の者たちには、我が新しい歴史の戦場期待してもらいたい次第じゃ。まもなく発表と相なり申す。さあ今後の我が YouTube は、麒麟が来る関連の歴史解説を中心に届けるほか、戦国雑学や城郭に関する動画と幅広く届けとるようにご覧あれ。またわし自身の盾動画といった勇ましい動画もあるように、そちらもよしなに。さあということで、皆の衆、ぜひとも名古屋城に遊びに来て、わしに直接この歴史の語りでござったりな、我が演舞を見に来てもらいたいと思うてるぞ。またテレビやラジオもなやっとるで、そのあたりも見てちょうよ。いやー、みんなと早く名古屋城で会えることをわし楽しみにしとるで。では皆の衆、また会おう。 YouTube おぬしチャンネル登録をいたせ。